オートショップウッドペッカーの大村です。今回ご紹介するお車はミラ G のミニライトスペシャルターボ、走行4万4000キロです。はい、まずは外装からのご説明です。でフロント周りから見ていきましょう。特に大きく目立つような傷はございませんね。多少の飛び石傷などはあるとは思うんですが、それも目立つものではないですね。そして右側面、こちらも、目立つような傷へこみはございませんね。そしてそのままリアですね。こちらはですね、このガーニッシュのここですね、ここに、傷とタッチペンされた跡がございますね。そして左側面、こちらも特に目立つような、傷はございません。そしてルーフですね、はい、こちらもないですね。はい、かなり、綺麗な外装となっております。外装のご説明以上です。はい、続きまして内装のご説明です。まずこちらの車ですね、5速マニュアルというのが特徴ですね。はい、そして、ハンドルの状態、特に目立つような大きなすれございませんね。走行距離もですね、4万4000キロとかなり少ないですのでですね、状態かなりいいですね。そして、後期型の特徴ですね、このメーターの分かれている部分ですね、タコメーターとスピードメーターが独立になっておりますね。そして、シートの状態、これも、特徴のある、革調シートですね。状態はご覧の通り、大きなすれ、へたり、そして破れはありませんね。でもちろん後部座席もですね、同じ素材ですね。はい、内装のご説明以上となります。はい、続きましてエンジンルームのご説明です。まずですね、こちらエンジン、インタークーラー付きターボとなっておりますね。はい、そして、オイルにじみの方とかもですね、ほとんどありませんね。はい、そして、各部のサビの状態とか見ていきましょう。これは右のライトの裏ですね。そして足回りの付け根ですね、ストラット部です。こういったとこもですね、ほとんど大きな、目立つようなサビなどはございませんね。はい、ご覧のようにかなり、状態良好となっております。以上です。はい、続きまして下回りのご説明です。まずは、フロントの足回りから見ていきましょう。足回りはノーマルですね、特に深いサビもなくですね、こういったアーモ類とかもですね、多少の表面サビはございますが、特に深いサビもなく、綺麗な状態です。そして、フロアの状態ですね。こういったですね、薄い表面サビはございますが、特に深いものではないですね。そしてこちら、4WD となりますので、プロペラシャフトですね、こちらがリアまで伸びております。そしてリアデフで、そのままリアの足回り見ていきましょう。まあ、こちらもフロント同様、特に、目立つような損傷、深いサビなどはございません。そしてリアフロアの状態ですね、こちらも綺麗ですね。はい、下回りのご説明以上となります。